でも、うん。あと少し。やったっすよ大将、生きてるっす。わかってるよ、足ちゃんと押さえてろって。やーやだー。重いっすか。すっげー重い。Thank you.
もっと早く来てくれなかったら。大将、もういいじゃないですか。うるせえな。そういうわけにはいかないんだって。だって全然見つかんないじゃないですか。うっせえな。分かった。俺が嘘ついてると思ってんだろ。違うっすよ。そんなこと全然言ってないじゃないですか。分かった。俺を踏み台にしようと思ってんな。どうやったらそういう話になるんすか。珍しいんだぞ、それ。わかってるっすよ。もう、女子高生でいいじゃないっすか。なんだそれ。全然意味ねえじゃん。髪長裾ひらひらとか、緑胸こぶしりでっかとかつけねえか普通。何なんだよその女子高生って。いや、なんとなくいいかなって思って。お前はだからセンス悪いって言われんだよ。ラベルに書けねえよそんな名前。じゃあ本人に聞けばいいじゃないですか。バカ。お前は何にも分かってねえのな。あいつらが本当のこと言うわけねえじゃねえか。そうすかね。そうなんだよ。そんな
なことしたことないじゃないですか。まあな、そういうことにしといてほしいんだ。ああ、それは大将が勝手に転んだんじゃないですか。なんか言ったか。言ってないっすよ。へっ、大将、あれ、なんすか。しっ、黙ってろ。甘えなきゃダメだろ。動かないっすね。バカ、死んだふりしてんだよ。私は大丈夫だったの。違うの。危険は危険なんだけど、悪くはないって言いたかったの。うん、あの二人には役割があって、ただそれを守ってるだけなの。だから危険なんだけど、でも大将、本当にこっちなんすか。
行こう。どうしたの？そう。もう終わりかね。もう終わりを迎える時が来たのかね。まだよ。まだ終わるわけにはいかない。そうか。ではまた長い長い夢でも見ることにしよう。なんて言っていいのかわからない。終わりが形になったものだと思うけど。聞いたことがあるの。大きな船には線があるって。事故が起きて自分から沈まなきゃいけなくなった時のために。多分あれはそ
でも終わりにたどり着いたから、もう少しだと思うの。そう、その言葉は正しくないのかもしれないけれど、私がここではない場所へ向かうために必要な、でも何敷いてる？視聴者で冬木さんが待っているわ。
はり始まっていますね。 0.06% の空間が観測不能です。そうか、夜まで持つかな。どうでしょう、干渉の度合いによってはこの計測の角度さえ疑問が生じますし。そうだな、センターの連中が判断すればいいことか。来たのね。冬木さんが待っているわ。君は自分が誰だか分かっている。どうして断言できるの？君は記憶に基づいてそう言ってるだけだわ。でも君は今この瞬間に想像されたのかもしれない。君が生まれてから時間を遡って記憶が作られたのかもしれない。そうは考えられないかしら。もういいわ。君は自分を信じているのだもの。自分がここにいて常に正しい選択をしていると信じている。その愚かなくらいの思い込みが羨ましいわ。前にも話したわ、世界は滅びたって。理由を教えてあげましょうか。私たちには理解できない工事のレベルで因果律の法則が変更されたのよ。想像もつかないわよね。私にだってわからないもの。でもそうとしか考えられないんだから。私は覚えているの。後から植え付けられた記憶だったとしてもよ、秩序を失い混沌の渦へと飲み込まれていくあの世界。残念だけど人の心は精神活動って言い直しましょうか。混沌に耐えうるだけの強度を有していないのよ。でもね、世界が理解できなくなった時、私たちには心しか残されていなかった。私の言ってること理解できるかしら。そう、どっちでもいいわ。私にはもう関係のないことだから。そういうことなんだって諦めるしかないんだもん。ここよ、冬木さんが待っているわ。確かめてみるといいわ、君が信じてる自分の正しさってやつ。きっと来てくれると思ってました。パンドラプロジェクトチーフの冬木郁夫です。時間もありませんので、僕たちが直面している問題について説明しようと思うのですが、構わないですか？当然でしょうね。少し急ぎすぎたのかもしれません。どうぞ、できる限りのことはお話ししたいと思っていますから。わかりません。彼女が近くにいることは分かっているのですが、
そうです、彼女の存在が僕たちの町を変質させています。あの町に属する彼女の存在に比べれば、僕たちが作り上げた世界なんて脆く儚いものです。そう、あの町が彼女を生んだのですから。そろそろ本題について話させてください。ありがとう、分かってくれると思っていました。もう目にしたでしょうけれど、町から人の姿が消えました。分かっているでしょうけれど、次に来るのは明けない夜と空を覆う満月です。僕たちは崩壊を目前にした時、世界の全てを維持しようと計画しました。理論の根幹に世界は意識によって認識されるという唯心論があるのは否めないですが、僕たちは三枝睦月という女の子に全てを託しました。世界を認識する彼女の意識を保ち続けることができるなら、そう、少なくとも彼女という場にあっては世界は永遠であり続けるかもしれない。わかりやすく言い換えるなら、睦月ちゃんの夢の中に世界を隔離したということでしょうか。ギリシャ神話に全てを封じ込めたパンドラの箱という物語があります。僕たちの計画はその名にちなんでパンドラプロジェクトと呼ばれることになりました。パンドラは愚かにもその箱を開けてしまい、世界に災いを広めてしまったわけです。でも箱の中には希望が残されていた。まさか世界の崩壊を前にして神話が繰り返されるとは誰が想像できたでしょう。ご覧の通り、僕たちはパンドラの箱をしっかりと閉じておくことができませんでした。計画に重大なミスがあったのか、それともとても些細な不注意のせいかは分かりません。僕にはもう分からないんです。パンドラの箱が開こうとしているときにこんなことを言うのは無責任かもしれませんが、本当に分からなくなってしまったんです。でも僕には分からないんです。彼女が不幸の箱を開けてしまう愚かなパンドラなのか、それとも箱に残った希望なのか。正反対の結果が生じるのですから、軽々しく判断することはできませんでした。だから僕たちは現状維持を選択しました。箱を開けさえしなければ災いは生じません。でも希望を手にすることもできないんですね。何億もの人たちの明日を考えた時、僕たちは判断することを回避したのです。それが最善ではないにしても最良に思えたからです。僕たちは綾に接触することができませんでした。彼女が愚かなパンドラか希望なのか、僕たちにはきっと永遠に理解できないのでしょう。それを判断できるのは君だけなんでしょうね。
きっと。僕たちは自分たちなりに傲慢で愚かだったのかもしれませんが、できうる限りのことをしてきたつもりです。でも君の決断に異を唱えようとは思いません。君が判断するべきだと思います。彼女が世界を滅ぼす最悪なのか、残された希望なのか。万が一彼女によって世界が消え失せたとしても、誰も君を責めたりはしないでしょう。君の選択だけしか僕たちに残された未来はないのですから。勝手なお願いだと分かっています。でも綾は君になら会ってくれるはずです。多分この街のどこかで。ごめんなさい、誰だか分からなかったから。
何がおかしいの？どうして？でも、だって急に。みたいだし、でも違うの。全然違うから。そうじゃなくて、男の子と二人っきりでお出かけって初めてだから、どうしていいのか分かんなくて。だって君が急にデートとか言うから、そんなの。だって私だって気持ちの準備とかいろいろあるのに。でもあれはデートじゃないもの。だから急にそんなこと言われたらびっくりするし。やだー！やだー！
から私、ああいうのは苦手だって言ったのに、君がどうしてもって言うから。すごくしばらくぶり。ちっちゃい頃はね、遊園地に来ると乗ってたの。すごくちっちゃかった時はお母さんと一緒に乗ったんだって。全然覚えてないけど、メリーゴーランドがすごく好きな子だったんだって。でもね、大きくなっちゃうと乗らなくなっちゃうのよね。どうしてだろう。やっぱり恥ずかしいからかな。カップルとか乗ってるの見るとちょっと照れくさい気がするもんね。やっぱりちょっと恥ずかしいかも。どうしてそういうのが好きなわけ？私は嫌。服も髪もめちゃくちゃになっちゃう。回ってるのは一緒なんだから、これで我慢しなさい。行きたいだけだから。こんなのってしばらくぶり。何も考えないでのんびりするのって、どんな気分か忘れそうになってたかも。お腹空かない？あ、自分の分出すけど。几帳面だ。お釣りはどうするの？そう。分かってる。コンビニの前ってよくいるじゃない？しゃがみ込んでタバコ吸ったり、
おでん食べたりしてる人たち。それでお店に入ってく人たちとかじっと見てるの。ああいうのって嫌だなっていつも思ってたの。だから私は一生しないんだろうなって。でも今そういうことしてるんだなって自分でもちょっとびっくりしてる。どうだろう、想像してたより楽しいかな。ここどう？ここ知ってる？私もそう、見たい映画があったから来てみたけど、行列ができてて4時間待ちって言われたから帰ってきちゃった。だって1時間半の映画を見るのに4時間待つなんておかしいと思うもの。ううん、お兄ちゃんと。お兄ちゃんがアメリカで見たって話を聞いてすごく面白そうだったから来てみたんだけど。4時間待っても見ておけばよかった。広いんだ。どこ座ろうか。え？じゃああそこがいいね。今日はいいよね。いらない。映画が始まる前のドキドキってすごく好きなの。ほら、ポテトチップス食べてたり全然関係ないこと話してたりする人って多いじゃない。そう、今の私たちみたいで、始まる前にブザーが鳴ってざわざわがピタッて静かになって始まるんだって、あの瞬間映画を見に来たって実感する。たとえ映画が外れても。だから映画館って好きなのかな。何が始まるのかしら。今が終わらなければいいのに。もう行かなきゃ。大丈夫、もう分かってるから。ありがとう。
私助けてくれて、一緒にいてくれて嬉しかった。あなたのこと絶対忘れない。どうなっちゃうかわからないから約束できないけど、でも忘れないでいられればって思ってる。私を止めに来たの。もう一人は嫌だから。ありがとう。でもここは私のいるべき場所じゃない。私は私の場所を取り戻さなきゃいけないから。いけないのに、じゃないとみんながどうなっちゃうのかわからないから。
解放型シナプスの封鎖を確認しました。近く領域内での外装性情報は 88% の確率で遮断されています。劣化が進みましたね。わかりました。では保安部にも撤収を命じます。認めます。ああそう、待ってください。睦月ちゃんはどうしてますか？はい、検索します。検体ナンバー013、心拍数。いや、もういいです。少佐も撤収してください。はい、第4観測部撤収します。あの子には睦月ちゃんという名前があるのに、もう誰も彼女がただの女の子であるなんて覚えてないみたいですね。こうして僕たちの人間性も劣化しているのでしょうね。あのチーフオフィサー。あ、やめてください。冬木でいいですよ。はい、あの冬木さん、私あの家族や友達が。はい。あの、また会えるんでしょうか？そうですね、会えるとは言いませんが、そうであってほしいと思っています。じゃあ、やっぱり。そうです。残酷なようですが、ここ以外のすべてを消去します。そしてまた世界を構成し直すのです。そんなことって。そうですね。けれど僕たちはこうしてたくさんの記憶を切り捨てても、人という種の心という情報を維持し続けなければならないのです。でも私、両親とかカオル子さんとかユキちゃんとか職場のみんなとか学校の友達とか、みんなが消えちゃうなんて。こんなことを言っても慰めにはなりませんが、涙を忘れないでください。僕たちはたくさんの何かを犠牲にして生きていかなければなりません。それは仕方のないことです。だからこそ、踏みつけられてしまった者たちのことを忘れずに涙を流すべきなのだと思います。それが僕たちの守ろうとしている心の意味なのでしょうから。もうすぐ全てが終わります。僕
次の機会に備えて次こそは正しい道を選ばなければいけないのですから。もう行きましょう。世界を救うために全てを投げ出してくれたうつきちゃんや三枝先生のために、その犠牲に応えるためには、僕たちはたとえ地獄に落ちようとも二人を守らなければいけないのですから。どうしたの？寝てた？やだ、連れてきてくれたのに忘れちゃったの？ねえ、今度はあっちの方に行ってみない？